今回は、ドリンクバーを取りに行くついでにポテトを食べてデキンになったという、ニートのエッチの話を紹介するよ。ニート Y39 歳。ドリンクバー取りに行くついでにポテトを食べてデキン。行きつけのファミレスをデキンになった。クソだわ、マジでクソ。なんなんだよ。行きつけって言うほど通ってんのか。アホ発見。ファミレスのデキンって醤油ペロペロとかしなくてもなるの？ワイもファミレスデキンとか聞いたことがない。一般人がなるものやないやろ。実際、デキンって言われたぞ。身分証明とかも見せろって言われた。個人の店だと永久版って聞いたけどさ。ファミレスだと実際どうなんだろうな。久しぶりに行けばオケなのか。どうせバイトのやつも変わるし。どんだけバカしたらファミレスをデキンになるの？見た目でデキンだったら笑う。見た目は関係ないと思う。ポテト食べたらデキンになった。そんなわけないだろ。いや、自分のじゃない。は？平日の15時くらいにドリンクバーだけでファミレスによく行ってたんや。いろんな味を混ぜるのが趣味。味混ぜるやついるよな。ワイのいとこか、もう30代なのにまだやってる。あれはワイもやったけど大人になってからはやってないわ。なんか恥ずかしい。大人子供関係なく、あれは楽しいからええやろ。金は払ってるんやし。で、ドリンクバー組んで帰る途中に山盛りのポテトが見えたんや。腹減ってたし、学生が4人で座ってた席でちょうど誰もいなかったからさ。ちょっとつまんだら、怒られてデキンになった。気持ち悪い。もう絶対食べたくねえ。ファミレスとかこういうのがいるから嫌なんだよな。学生はまだ帰ってなかったんだろ？そりゃ泥棒やしデキンになるわ。他人のテーブルに置いてあったものを食う神経がわからん。小じきか？小じきじゃなくてニートや。まあ金がないのは同じやが、腹が減ってたしたかが数本ええやろ。ポテトが減ることよりも他人にポテトを触られることが嫌だ。わかる、っていうかどう考えてもデキンで当たり前。ドリンクバーだけで居座る客なんて店側も欲してねえよ。そんなことはないはずや。この時間帯は学生ばっかりでさ。いつも空いてる時間帯なんや。それに最近、コンセントもついたから、長居してくださいってことやろ。ドリンクバーだけとはいえ注文してるんだからワイも客やぞ。デキンになったやつが偉そうでくさ。お前何言ってんの？常識がないやつが増えたな。ニートがどうこうっていうよりその常識のなさが怖い。何歳だとこういうことができるんだよ。逆に若いやつじゃなくてじいさんばあさんがやりそう。もったいない、とか言ってさ。39歳だからじいさんじゃないな。じいさん定期。もうニートって年齢を超えてるんだよな。こんなのが街に出てくるとか最悪だな。山から降りてきたクマみたいな扱いでくさ。でも実際、ニートって山から降りてきたクマみたいなもんだろ。世間の常識も通じやしない。だから丸してもオケにしてほしい。横暴な感じの話だけど嫌いじゃない。まあそうするとクマがかわいそうでしょ、みたいな感じで、ニートだって人権か、ってやつが湧いてくるが。こんなことする人間に人権がいるのかよ。常識通じないのはきついよな。はぁ、たかがポテト数本やぞ。もう来ないでほしいって言われたけど大げさだと思うわ。注意されて言い返したわけでもないし、謝ったんだからそれでええやろ。泥棒してんのに謝ればオケって言ってる？謝って済むなら警察は役。反省の色なし。やっぱりクマみたいなもんじゃん。クマと同じで、同じことを繰り返さないように体に覚えさせるしかないんだろうな。言葉が通じなさそうだし。マジでこんな奴がいるとか嘆かわしい。39歳でこれって希少だろ。そうだって言ってくれ。ニートしてるうちにだんだんとアタオカになったのかもな。ワイは昔からこんな感じやぞ。前にもちょっと小腹が空いて同じファミレスで見たことしたことがあったけどさ。その時は別に捕まらんかった。うわぁ。見つからなきゃいいってもんじゃないだろ。ワイ、こういうのが怖くて一人でファミレスとか外食行くとトイレに立てなくて困ってる。自分がいない時に何が来るかわからんもんな。感染症が落ち着いてきたからってやっていいことと悪いことがあるわ。正直、友人にやられても切れると思う。高校の時に、ちょっと仲がいい程度の休み退席中に弁当つままれて、マジギレしたわ。それきついな。お前ら、屈点低くないか。ポテトつまんだだけで箸も使ってないし汚いってこともないやろ。触った分は全部持ってったし。一致とは一生分かり合えそうにない。衛生観念がないんだな。ほんとこいつはクマみたいに害獣扱いでいいと思う。実際、近所ではそういう扱いになってそう。猟友会あれも丸していいんか？くさ。ちょいちょいクマ出してくるやつずるいわ。今、ファミレスにいるんやが食欲なくなった。一致のせいやぞ。外食行く気をなくすすれ。わかりみ。ニートってマジで害獣だな。引き続き、ニート関連のスレを紹介するよ。僕ニート、ネトゲのフレミニートと聞かれてからログインしなくなる。なんであいつらはリアルの話持ち出してくるの？お前さ、なんだよ。黙ってゲームだけやってればよいものを。黙ってやってたさ。P
PT 誘われてフレンドになって毎日 PT 誘われてこれだよ。だからプライベートなことを聞き出そうとしてくるやつに言ってんの。野暮なこと聞くなよって言ってやりたいが、そこまで仲がいいわけじゃないんだよな。例えばゲーセンとか飯屋とかで他人と喋らねえじゃん。普通そういう気遣いも必要だと思うんだよね。フレンド機能が厄介すぎるわ。逆にリアルだとあまり何も聞かないけどネットだから聞くってのもあるかもな。一致の気持ち、わかる。俺はフレンドが所有してるゲームとか言って情報開示する必要ないと思うんだよね。余計なお世話だよほんと。あいつら PT 中に急にリアルのこと聞いてくるから返答に困るわ。これだから PT もフレンドも嫌なんだよ。喋りたいんならスカイプとかやってればいいんだよな。ニートの用語が多くて草。さすが平日の昼間やな。リアル持ち込むなよな。そういうの求めてないから何歳とか明日休みとか聞いてくんなよ。プライベートなことは伏せとけばいいんじゃね。顔も見えねえやつにペラペラ喋りたくないよな。ネトゲでニート隠す必要性あるの？フレ君は君のこともっと知りたかっただけなのに。そうなのかもしれないが辛くなったわ。そのフレンドもニートだぞ。ちなみに何のゲーム？ FF14。 ニートだからやってるんだろ。ほぼ自己紹介してるんだからええやろ。そこでそうだよ。で自己開示できないからいつまで経ってもニートなんだよ。ニート？ああ、俺も。でさらに深まった友情があったが居心地良すぎてやべえことになった。どんどん働こうと思う気持ちがなくなっちゃってた。ゲームだからって警戒心解くのは非常に危険だね。ゲームはゲーム、ネットはネット。フレンドになった俺のミスだわな。こうなることなんてわかってたのにさ。そこまでニートであることが嫌なら働けばいいのに。ニートってそういうの気にしないからニートなのかと思ってた。別にニートじゃなくてもお前がいないところでお前のプライベートな話されてるよ。まさにこれ。ニートが嫌なんじゃなくてネトゲでリアルの個人的なことを聞いてくるなってだけな。フレンドやらギルドのメンバーだったら平日休みか土日休みかという意味も兼ねて、学生か社会人か聞いてくるのはしょうがない気もするけどな。例えるならネトゲで現実逃避してるのに、働けよって現実を突きつけられてるような。オフレやってろ。自由よって言っとけよ。いいから働けクズ。ニート叩き多すぎはロタ。日本人にプライバシーが理解できるわけねえよな。むしろニートじゃない奴らの会話ってリアルの話ばかりなの？フレンド機能とかいい加減にした方がいいと思うんだよね。俺は喋りながらゲームやる習慣もないし。何歳でどこ住んでるとかそういうレベルでしょ。ちょっと気持ち悪いよね。フレンドの元ニートは全然プライベート話し好かれてるわ。この間数年ぶりに職ついたしな。これが治らないニートとの違いだろうな。こういう勝手に人の情報喋っちゃうやつね。俺が今この程度の情報を話したところでどこの誰が損するんだ？個人情報ですらないのに。お前らが現実突きつけられて辛くなるくらいか。お前みたいに余裕のある人間ならいいけどさ、みんながみんなそうじゃないからな。自覚あんじゃねえか。ならネットの中でくらい余裕持てよ。仲良くなったんなら話すが知り合って数回 PT しただけで聞かれるのはな。お前がニートだったとしても自分で思ってるほど引いてもないし関心もねえよ。ただの場を持たせる雑談だから自意識過剰になんなよ。ネトゲで厄介なのは人間関係。リアルと変わんねえな。年齢と性別は聞くわ。それくらいは許して。ロープレイ外で人気のあるこういうコミュニケーション取れるゲームって何があるんですか？オンラインゲームなんて誰かと話する場の提供やろ。ゲームの話なら歓迎だよ。リアルのこと聞くのは違うくね。ネトゲじゃなくてもいいじゃん。あのさ、フリーターとか自営とか適当なこと言っておけばいいんだよ。本名やら職業やら、本当のことしか喋れない病気なの？適当に答えたけどまた PT した時にリアルのこと聞かれると思うとログインしたくないんだわ。フレンド作らない方が長く遊べるよな。フレンド作ったばっかりに、また別キャラ作る作業に入らなきゃいけないわ。ネトゲでニートとかありがたいわ。ニート同士で PT 組むサービスってありそうだけどな。じゃあパーティもフレンドも拒否しろよ。嫌ならコミュニケーション取らない組織を自分で作れよ。会話はいいけど関係ない話は迷惑。ゲーセンで他人と会話してグループになってる違和感。ゲームに集中してるのに何を話すことがあるんだよ。T 君でダンジョン攻略するだけであって仲良くリアル会話したいわけじゃないのよ。野良やるかそういう決まりがあるグループに入るなり作るなりしろ。終わり。野良やってたらその中の一人とフレンドになって今に至る。フレンドになった俺が悪いのはわかる。答え出てんじゃねえか。フレンドになるってことはその名の通り友達になるんだから世間話くらいするのが普通なんだよ。嫌なら拒否れ。その世間話するのが普通ってのがわからんのよ。PT 組んでダンジョン行くだけでいいじゃん。ニートとそれ以外の人種は分かり合えないの？見分け方とか知りたい。フレンドって書いたけど数回 PT しただけだぞ。定型文しか送れないタイプのゲームにしたら？
現実逃避のゲームで現実を思い出させるって、普通に嫌な奴だし一緒したくないわ。悪気があって言ったかどうかもわからないのにこれだからニートは。新キャラ作り直すくらいなら触れ切ってサバイドをすりゃいいぜん。そこまで過剰反応するのが悪いんじゃないのか。引き続き、ニート関連のスレを紹介するよ。ニートの会社ごっこでありがちなこと、社長が大騒ぎ。社用車でコンビニ行ってそう。遅刻で蹴り飛ばす。すぐ説教。しょうもないことで取締役が出てくる。ニートの考える会社。くさ。これ好き。これ可愛くて好き。こんなのあるんか。かわよ。新入社員が自社株式の過半数を取得。絶対ありえないやんけ。社長がすぐ出てくる。テレワーク。何でも経費で落とす。社員が些細なことやらかしただけで、緊急会議。ちっこい会社だと割とすぐ社長出てくるけどな。零細ならあるだろうな。社員二桁ならありそう。世の中の会社の過半数は社員一桁やぞ。一人社長もたくさんいる。実は自分が社長。領収書に自分の名前を書く。プログラミングについての会議。普通スラックとかでやるしな。コアタイムすら知らなさそう。上司はパソコンがわからないって思ってそう。最近の上司は普通にパソコンわかるぞ。社長以下役職が一人ずつ。可愛い女性の新入社員やパートの子が来ると思ってそう。会議が一日に何回もある。なんか一つ問題起こしたら終わりみたいな勘違いしてる。土下座したら許されると思ってる。フレックスとかコアタイムとかはむしろ研究室に配属されてから存在を知るだろ。億単位の案件が年に何個もあると思ってる。存在で億とか釣りすれ立ててるやついるよな。会社 PC 持ち出してスタバで仕事。想像以上に会社ってゆるい。大学生の時はもっときつく縛られる場所かと思ってたわ。想像以上にヤバい会社もあるけどな。ゆるいけど言われたことを言われた通りにやるだけじゃ何の評価もされないのがきつい。額面と手取りの違いがわからない。健康保険料の支払い金額から年収言い当てた気になっている。仕事を家に持ち帰る。確かにニートが立てた釣りスレっぽいのたまにあるよな。引き続きニート関連のスレを紹介するよ。ラブライブ声優意味もなくニートやってる人は働け、親泣かせるな。おはよう配信見て草。朝から火の玉直球投げてて草。これは正論。無職に厳しい。大学生は高みの見物。悔しいですと正論というか声優だって無職に頑張れしてもらいたくないだろ。社会が悪いよ社会が。ほもっちて持ち10万円で上京したんだっけ。ニートとは無楽だよな。正論だけど辛い。声優の親というか家庭ってある程度裕福なイメージあるけど本人は違うんか。当時は親に反対されたから持ち金10万、20万とかで上京してバイトしながら養成所通ってたらしいな。図星だからって怒るなよ。逆に意味のあるニートってなんだよ。仕事辞めた夢追い人とかじゃね。意味のあるニートの話もしてるから配信見ろ。病気とかで療養しなきゃいけないからニートとかのは意味あるでしょ。バイトでもいいから働けよ。ニートじゃなくてフリーターの愛はセーフやな。ハロワなんて誰でもいけるだろ。頭大丈夫か。ニートに効きすぎてて草なんだ。あまりにも効きすぎるら。18歳や20歳で成人したら親は親、自分は自分だろ。何こざいているんだ。これにガチギレしてる人いるの。なんか英語もまあまあできそうだったよな確か。メーカーの貿易部とかでかなり需要あるでしょ。ニートガチギレで草。泣きました。もうすぐ41歳だからニートですらないんだよな。普通に自分の金でニートしてるわ。ニートって就労していない29歳までの若者のことだよな。何言ってるんだお前ら。34までじゃなかった。でもニートって言い訳得意じゃん。自分は意味もなくニートしているわけじゃないって思ってるんじゃないの。意味があってニートやってるやつなんていんの。働けって言われるのはある種の良心だろ。僕は君たちが生きてるだけで偉いと思うよ。だから何。警察署や交番の警察官もニートや無職の人は取り締まれないって断言していたぞ。社会が生んだ闇の擬人化。悟空みたいなこと言いやがって。そもそもニートってやれること制限されるから働いて好きなことできる方が楽じゃない。お前らあんまニートい丸めるなよ。無敵な人は何するかわからんからな。そんなんだから無職なんだよ。できるうちに親孝行しとけよおっさん。警備職なんだろうなって思ってたら自分で言ってた。なんというか開き直ったら終わりだなって。意味もなくニートを泣かせるな。働かない理由か。正論やん。なんで怒ってんの。無職か。好きっていうのも恥ずかしいし嫌いっていうのもニート扱いされるなんとも言えない声優。漁業も個人事業主も無職もニートも世間的にはあれだよ。ニートと一緒にはされたくない。ニートにマジでぶっ刺さってて草。めっちゃ刺さってるな。引き続きニート関連のスレを紹介するよ。Y27 現ニートが漫画爆漫のせいで人生狂った話したいんやが、どういう趣旨かは察しろ。需要あるなら語るぞ。大体想像つく。漫画家目指した感じか。せやな。働きながら目指すとかなかったんか。
昨年まで必死にフリーターしながら書いてた模様。今はニート。どの程度書けるんや？大学は卒業しとけよ。27ならまだええやろ。大卒後職歴なしとかならやばない？すまん、高卒やで。まだ頑張れ。もう無理や、プロはレベルが違う人種なんやで。副市長みたいな中年になってから漫画家になったやつもおる。健康保険入れんくらい貧乏やったやしいで。副市は画力も構想も神レベルだったから売れただけだが。でも中年になるまで埋もれとったんやぞ。埋もれてたのは一般向けじゃない作品ばかり書いてたからやで。と今よ見せるんやで。まあ一致みたいなのはいっぱいおるやろな。漫画に限らんけど。諦めが肝心。バクマンみたいな努力すれば夢は叶うみたいな漫画って一般人には毒よな。これ、あとジャンプの努力友情系も。ちゃんとバクマンは運も大事って言ってるから。まあ何かを目指しながらだったら就活乗り切れるやろ。ワイなんて何もやらずに30になってようやく就職したわ。これ書いた？草。どういうコンセプトやねん。なんこれ。原稿やで。うん。普通にうまくね。10年漫画家目指してたやつの絵とは思えん。努力不足。バクマンのせいじゃない。ギャグ漫画？なんだこれ、普通に見てみたい。やはり微妙な反応やな。Y は諦めて正解やった。 Twitter に漫画あげたら誰かに拾ってもらえるかもやで。毎日書いてや多少は上手くなるやろ。単純にかけた時間も少ないでしょ。ちなみに背景やトーンは書いてはない。質問答えるぞ。語るぞ、もうダメそう。高校卒業後からやってたとして10年とかやん。10年やってていくらなんでもそれはないやろ。そのクオリティで G ペン使うな。ひどいな。本当はまだ18歳なんやろ。27や。原稿のあらすじ教えて。ストーリーまでけなされたら傷つくしな。ざっくりでいいから。タコ人間と牛人間は悪役、ノギオタのおっさんは丸んだ。ええやん。あとは絵と小回りやな。一致一本も投稿したことなさそう。なんなら漫画書き上げたことなさそう。あるで。持ち込みは講談社で。じゃあない来世に期待しろ。環境はデジアナどっちや？プロ足は考えてなかったんか。完全に紙に書いてるで。プロアシスタントは2回だけバイトで。今どき紙なんか。別に普通やぞ。はい、すごい。アシスタントで具体的にどういうことやらされたん？ワイは下手なんで生活の雑務系を任された。漫画関係ない。あ。どうやって見つけたの？ケイ。漫画家志望の有望仲間に呼ばれて、一応バイトな。ありがとう。生活の雑務って常に何かやってるわけじゃないよね。やること何もないときどうしてたの？コーヒー入れやらなんやら。どん。おっさんエッチ漫画は Y の希望。アシスタントの面接で見せる用の背景とか見せて。これからどうやって生きるんや？実家に帰省するわ。今は一応都内近郊に住んでるんや。デジなら帰省先でも続けられるやん。紙にこだわるのは損やろ。ボーボボがひどいのは話の展開やから。ここまでバクマンがエッチにどんな影響を与えたのかわからんな。お前らひどすぎへん。10年を笑うな。Y が厨房とかそこら辺でバクマンが連載開始して当時の Y は憧れたんを。じゃあ真面目に書いたやつだせよ。真面目やでトーンや背景を書くのは持ち込み原稿のみやで、全部捨てちまったわ。バクマンに出てくるニートの恋豚の自称漫画家志望いたやん。一致はあれ目指してるんやろ。ねえわ。バクマンが10年前？そんなアホな。ほんまやんけ。で練習はどれくらい真剣に取り組んだんや？練習はさほどしてない。自分の画流で模写が多い。アホやん。してないんかい？夢を叶えられず挫折したんじゃなくて、ただ夢見てただけのタイプが。いつになったらバクマンで狂った話してくれるんや。漫画家目指して11年努力してこのざまや。ほんまに努力したんか？どんな趣味でも1万時間やればプロレベルになるっていうけども、ほんまに努力したか？そらしたわ。じゃあない、今から農業でもやろうや。絵が上手かったら漫画以外の仕事にもつけたのに。ワイも昔足やってたけど、一日の半分仕事して残りの時間でも自分の漫画描いてたぞ。漫画関係で質問聞いてくれたら答えれたら答えるで。カラー原稿は描いたことあるんか？塗りは画材何使ってたんや？プロが使うやつやで。いや、コピックとか水彩絵の具とか色々あるやん。水彩絵の具やで。SNS にイラストあげてるか？フォロワー何人？ないわ。栄養努力もしとらんとか話にならんやん。一輝くんには期待しとるで。きっと立派なバイトリーダーになってくれる。次は俺はまだ本気出してないだけに影響されてみよう。11年でその絵なのか。そうなんよ。素直に描きたいもん描いとけ。どんなジャンルを描いてきたん？バトル漫画。それ系だけ？他のジャンルは描かんかったん？ないな。一輝は正直釣りやと思ってる。Y は漫画家志望時代に4人組でルームシェアで生活してた。全員が漫画家志望やで。なお、全員今諦めてる。普通に働いてるわ。おすすめの漫画教えて。ギャグではないけどアクタージュやで。女の子可愛いし主人公の才能描写がエグいわ。アクタージュってまだ連載してるん？最初しか読んでないけどかなり良さそうやった。
作者逮捕で終了やで。ウェブ連載がメインのサイトだと1ぐらいの絵のクオリティのやつよく見るで。マブコミとかいけるんちゃう？味があってがうまい。ちなほんまのこと？持ち込みとかしなかったん？ほんまやで、講談社のマガジンには持ち込んだわ。でどうだったんや？編集はつかなかったな。アドバイスとかもらえないんかあれ。他人の作品の絵をもっと見て書いて研究してください。とかかな？的確やんなやっぱ。というかもっと早く音声で相談せよ。ボロボロに叩かれてた方が身のためやったやろ。反省。現状それしか言えるところないしな。逆に Y の絵はどう進化すればええんや？波にやけど前後のページはないん？前に破り捨てた。たまたまこのページのみ現存。悲しみ。漫画やと前後の流れも大事やから破り捨てるのはあかんな。1コマ目から3コマ目までの展開がシンプルに早く見えるわ。テンポ良すぎみたいな感じや。センスはあるんやな。画力か構図が追いついたらよみたいなとは思うんごね。ゼロから1を生み出すだけでクソ大変なことやから、とりあえずネームが書ける時点でセンスゼロってことは絶対ないと思う。ネームではないけど原稿用紙やで。捨てちゃったか。とりあえずイラストや漫画系の本買ってみっちりやるとええと思うんを。多分それだけで目に見えて上手くなるわ。3月。やっぱり漫画って悪影響なんやな。あれ原稿なんやね。昨年の作品や。1時間でみっちり書き込んだわ。あれの七峰みたいにデータ収集して漫画描けばええんやない？あいつがやってることは結構今風やろ。そんな金もセンスもないわ。王道バトル描きたかったわ。一致しっかり書き込んだ一枚絵とかはないんか？捨てた。なんかシェアハウスしてた仲間がみんな働いてて一致だけニートなのもわかる感じやな。10年描いてその絵なわけねえだろ。月1ぐらいしか描いてなかったんか。普通に努力はしてたな。じゃあ向いてないやろ。ああ、悲しい。いい夢見れたやん。今日は母の日やぞ。いい加減真面目に働いて親孝行しろ。くさ。技能系のものはコツさえつかめれば一気に伸びるんや。いろいろ吸収して上手くなったり現状維持したりを段階的に繰り返していくものやから、今下手だからどうってのはあんまりないとは思うわ。前の才能はなさすぎて一瞬でやめたけど、誰でも続けてれば上手くなるんやろなとは思う。ワイも漫画家目指してたで。漫画は理論立てていけそうやけどな。画力は、Y はもう絵描くことが嫌になったんや。精神的にすり減る。絵描くことは特別なことやないし上手くても自慢にならんでマジで。Y の萌え豚ハンコより一致の絵の方が個性出ていいと思うわ。3月や地震出た。Y は女の子可愛く描けないから自信持ってほらほら。Y の地元にいたしかまるに憧れてたやつも無事コンビニバイトだわ。思春期に漫画のキャラに憧れるとあかんよな。くさ、絵が下手な漫画家にしては上手いやん。3月。嘘でもいいから自分語り系にしたら？親が宗教にハマってましたとか、高校時代助産婦のバイトしてましたとか。ドキュメンタリー漫画家けってことか？桜ももこでも漫画家やれたんやぞ。絵より中身やろ。あれよりは上手いやろ。上手いで、というよりは漫画家のくせに絵が下手なやつが多すぎるけどな。大体ドキュメンタリーものやが。ええな。ギャグ漫画家けそうなんやけどな。ギャグ漫画日和っぽいし、絵はどうでもええんちゃうか。一応バトル漫画やで。今来た。読んでないけどいい歳して人のせいは良くない。それが許されるのは中学生まで。してねえわ。わかるよ。Y もヒカルの語読んだ後は毎回語覚えたくなるけど毎回頓挫するからな。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。